おー、すげえ。おー、すごい。すごいね。へえ、男の子ってこういうの好きなんだ。ふーん。ということで、みやたんです。にゃにゃー。はい、新年明けましておめでとうございます。イェーイ。 はい、ということですね、今年もよろしくお願いします。はい、今日はね、みやたんね、厚木のパーキングに来ています。厚木のパーキングに来て、夕方からお仕事なんで、夕方までちょっと時間あるんで、ちょっと撮影しようかなと思って。暑いな。もうちょっとどこ見てんのよ。もう変態なんだかな。もうダメなの。パンの下映ってる。パンチ見えたらあかんやんか。 ということで、今まででね、トラックね、タイヤのチェーンを一回も巻いたことがない。一回も巻いたことがないぞっていう方に、みやたんがいつも通りノートとボールペンを使って解説していきたいと思います。はい。ってことで、次の動画に移りたいと思います。はい。あ、それじゃあ行ってみよう。あー、今日なんか風きついわ。めっちゃ風きついわ。めっちゃ風きつい。ヒュー、ヒュー。あーやー、めっちゃめくれる。この風エッチやんか。チェーンはこの踊り場のところにこうやって入れるところがついてるんで、ここに入れてます。ちょうどこのヘッドとつないでるこの箱とヘッドのこの間に入れるところがあります。はい。ほんで、どうでもええことなんやけど どうでもええことなんやけど、今日のお弁当は、昨日、岸和田の おなじみのセルシオで買いに行った、岸和田のこのラム、ね、お弁当、まあ、184円、まあ、上に198円って書いてるけどね、中華弁当、めっちゃ安いでしょ、これ。これでこの値段よ。めっちゃ安いよ、ラム。みんな行ってね、トラックのみんな、ラム、めっちゃええよ。はい。ということで、ちょっとどうでもええ動画、ちょっと間に噛みましたけども、はい、続き行ってみたいと思います。はい。それでは、タイヤのチェーンの巻き方の解説の方に移っていきたいと思います。今日も手作り感満載ですよ。前ね、係長にね、この動画ね、前回までの動画見てもうたらね、なんやねん、お前これ手作り感めちゃくちゃ満載やないか、言われて、ね、これがまたね、僕らしくていいかなっていうところではあるんですけど、はい。それでは早速解説の方に行きたいと思います。はい。まずタイヤのチェーンを、巻いたことがない、今までに1回も巻いたことがないぞっていう方、絶対にね、間違えてはいけない、めちゃくちゃ恥ずかしい、間違いっていうのがあります。まずタイヤのチェーンを巻く前に、どのタイヤに巻いていいのかっていうことですよね。はい。ここに書いてある通り、ちゃんと駆動輪に巻く。はい。駆動輪に巻いてください。で、駆動輪もわからない。駆動輪って何かって、トラックを動かしている、言うたら駆動になってるタイヤのことです。駆動輪。そのままやね。駆動輪ね。こいつが動いて、こいつは動いてないんですよ。これ飛行ずりって呼ばれてます。引っ張られてんすよ。こいつのエンジンからぐーっとこうね、ぐる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 って回って、このタイヤを駆動にして、ここに、力がかかり、このタイヤで前にトラックを動かしています。で、こいつ自体は動いていません。で、まあ、これ10トンなんですけど、10トンでまあ、後輪が、まあ、前と後ろとありますよね。ね。で、これで、必ず、交渉の場合ね、タイヤが1、2、3、3つある場合、後照のタイヤの場合は、一番前に巻いてください。ね。2つ、
箱のね後輪の前に巻いてください。駆動輪、これが駆動輪です。10トン交渉のね。でこれはひこずりなんで巻いても意味がないです。ここには絶対に巻かないでくださいね。あの低床のタイヤが 1,2,3,4 と、4つある、10トン、あれはね 4WD でね、このタイヤがスイッチ一つで、同時に動かすことができます。こうやってね、同時に動かすことができます。なので、こちらに巻いても後ろに巻いても、タイヤが 1,2,3,4 4つある低床の10トンは大丈夫です。でどちらかというと低床の場合はこの前に巻くよりは、僕はですけど、あの後ろに、巻いてましたね。駆動するようにしといて 4WD の状態で、後ろの方に、タイヤチェーンを巻きます。なぜかというとこちら前ね、こう巻くときにこの前より10トンっていうのはこの後輪の一番、これ後輪の後後輪って僕呼んでるんですけど、後後輪のこの後ろっすよね、これ後ろのマーカーがこの辺にあってね、ここの幅ってすごい広いんですよ。この後後輪から後ろのこの幅って広いんですよ。だから体がね入りやすい、作業をしやすいっていう意味で後後輪に、10トン低床の場合は僕は巻いてました。はい。で後床10トン、タイヤが3つの場合は、後ろは動かないんで、前の軸に巻いてくださいね。これ間違えないように。はい。それでは本題に行きましょう。ああ。はい。これなんですけど、トレーラーのヘッドですね。トレーラー、これヘッドで箱がつながっています。で 1,2 で箱がつながって、まあタイヤがポンポンポンとあるわけですけども、トレーラーの駆動輪っていうのは箱にはないです。箱自体はタイヤが動かないです。はい。ということでトレーラーのヘッドの前輪ではなくてこの後輪、ここが駆動輪になっています。こいつでぐるぐるぐるって回って全体を動かしています。はい。なのでヘッドのこの後輪に巻くようにしてください。はい。それで巻く時の注意なんですけど、あのチェーンでね、こう、まあ他のね、いろんな人の動画見てもわかると思うんですけど、これ爪があるんですけど、フックがね、うん、これをタイヤのもちろんですけど外側に向けてください。この J の針が、ね、針が外側で背中を、平らの背中をタイヤの内側にひっつくようにね。フックは外側にね、これが丸です。でこれ逆はダメですよ。タイヤに向かってこのフックがこっちにね行ってたらもう当たっちゃうから、こんな感じに。これがタイヤだとしたらフックが外に来るように、外側にね、自分の方に来るようにね、うん、これを間違えて逆にしちゃうとタイヤの側面にこの J が刺さった状態でチェーンを巻くことになります。なのでバーストします。うん、まあバーストしますっていうか、まあタイヤがね傷つきやすくて、バーストする可能性があるということですね。だから必ずこれは守ってくださいね、うん、チェーンには裏表っていうのがあります。そして前後があります。裏表前後を確認するようにしてください。まあそれはねちょっと次のね、紙でっていうか次の紙と写真で、紹介しますので、とりあえず、これですね。こうヘビみたいなこうやってフックがあります。あ、っていうか先に写真見てもらった方がいいわ。はい。それでは写真と文字、そしてミヤタンの解説プラスで、説明していきたいと思います。はい。タイヤチェーンの巻き方、上からいきましょう。1番から1番、チェーンの表裏前後を確認する。フックのない方を前側に、フックを踏まないため、下記写真がタイヤの外側になるようにと書いてあります。ね、フックというのはこれです。これね、 J のね。でこれ10トンの、タイヤが見えてますよね。でこっちが後ろです。後ろで前、後ろで前ですね。でこのフックが、後ろに来るように、こっち後ろ側にね来るように、こいつを間違えて、逆にこいつを前にしちゃうと、後でねこの前に一回コロコロって転がすんですよ。前に転がした時にこのタイヤでね
このフック踏んじゃうんすよ。踏んじゃったらね、潰れちゃったらかけれなくなるから、踏まないためにね、フックのない方を前側に、でこいつフックついてるでしょ。でこのこっち側っていうのはこのこういうフックがついてないの、ついてない方を前にしてください。前方にしてください。タイヤの前にしてくださいね。でタイヤの後ろにはフックが来るように、これが前後です。はい。で裏表っていうのはここのこのつなぎ目ですね、見えるかな、はしごみたいななってて、この折り返してこう爪が出てるでしょ。爪がこうキュッて上向いてるでしょ、上向いてるでしょね。これがタイヤの外側になるように、側面にね、これが内側になっちゃったらあのバーストしちゃうから、この爪が内に入っちゃうとね、これが外になるようにね、あ書いてくる、これ書き写真がタイヤの外側になるようにって書いてるでしょ。はい。続いていきましょうか。で上からね、まあ、下にねこうやって引いて、下に引いてやるやり方もあるんですけども、まあ僕も経験あるんですけども、あの雪の中でねそのチェーン巻くってなった時にこう、まあ、下も雪のボコボコやったりとかね、なかなかね雪がこのチェーンの間に噛んだりしてね、なんやねんってなるからやりにくいんですよ、やりにくいんですよ。手も冷たいしカチカもして、で、もうそのまま上からかけちゃいます。上からかぶせます。これがやりやすいです。上からかぶせます。かぶして車を少し前に前進させます。かぶしたらね、前進させます。その時にね、ここのこの前側のこのチェーンあるでしょ、なるべくねこの下にこうこっちになるべくこう前に行った時にちょっと踏むようにね、ここちゃんとね垂らし取ってあげてくださいね、このタイヤのギリギリまでに。でね、前に前進するときにですね、この写真3のようにですね、コロコローって転がしたときに、このチェーン、この後ろのこのひこずり、このひこずりでこのチェーンを踏まないように気をつけてくださいね。ちょっとずつ転がしてくれたらいいかね。転がして降りてみて、転がして降りてみてってやってくれた方がいいと思います。周りにね、人がいてるんでしたらね、誰かに見てもらいながら声をかけてもうて、あストップストップオライオライってやってもたらやりやすいと思います。はい。このねチェーンをかけて、前に前輪ねちょっとコロコロと転がしますと、次、早速フックをかけていくんですけども、このタイヤの外側とこの内側とあるんですけど、内側っていうのはダブルタイヤになってるんで、ここの間に手を入れないとダメなんで、ちょっとかけにくいんですよ、かけにくいんですよ。なので外側は後にしてください。内側を先にフックで止めるようにしてください。この内側を止めるってことですね、外と内とあるからね。でフックをかけたら、このバンドね、この亀の甲みたいなこれついてますからね、これを、対角線上に縦縦横横横横ってこれ6本ついてるんですよ。1234566になってるんで対角線上に引っ張りますね。でここの、フックのかけ方なんですけど、順番がちょっとあれだな、順番がちょっとなんかおかしいなこれな、このフックねこんな感じになってます。これ外側なんですけど内側も一緒っすこんなアヒルみたいな書いてるけど、こいつをこっちのチェーンの中にこう通すの、キュッと通してここまで持ってきて、この縦のこのボア、これ動くんですよ、スライドするんですよ、スライドさせてここカチッて入れるみたいな。はい。で分かりにくいと思うんでこれ別の紙にね、これはいさっきのこの蛇みたいなやつね、こいつをこっちのチェーンの輪っかの中にこうくぐらせます。シュッと。くぐらせます。くぐらして、もう一回こっちの。くぐらしてからもう一回こっちにくぐらせます。で、このバーの、さっきのこのスライド。ね。これですよね。この縦のこの、これをこうスライドできるんで、
こう掘り込んでからこのスライドしてこうカチャって止めるみたいな、こうツーッこっちのチェーンをビューッと持ってきて一回くぐらして次のもう一個チェーンにこうもう一回くぐらせて、でこのバーをカチャってこっちに持ってきてここをかかるみたいな、カチャみたいなね、まあ、実物じゃないからちょっとね、こんなぐらいの説明になっちゃうんですけども、まあ、言っていることはなんとなく分かってくると思うんですけども、はい、保管するときはフックをかけておくと、ねじれないので使用するときに使いやすいということですね。ここフックをねかけてしまっておくと次、出したときに、こんがらがらないというね、裏表前後がねなるべく、分かりやすい使いやすいようにしておくということですね。はい、まあ、こんな感じでまあ説明したんですけども、この亀の甲みたいなこの鉄のこれあるでしょ、これこいつをつけるときには、まあ、チェーンのこのたるみをねなくしてつけるんですけど、対角線上にね、これにも、こういう爪がついてます、爪がついてます。これももちろん、タイヤの内側にこうならないように外側にね、外側になるようにしてくださいね。うん、爪がね、こういう状態ね。チェーンつけるときもね、バンドをつけるときも、こういうのがあるから、これが外側に。要は突起物を、外側にするっていうのがポイントです。タイヤを傷つけない、バーストさせないためにも、突起物は外側につけましょう。はい、なるべくね、まあ、ここにはあまり書いてないのかな、チェーンがね、たるまないように、これ今写真だからこれピーンって貼ってるけど、実際はもう少しつけた時はたるんでるんで、これをピーンとね微調整して引っ張ってこうピーンとなるようにしてね、張りのあるようにしてください。で、まあ、内側から、フックを止めると、この鳥みたいなこのフックね、アヒルさんみたいなフックをつけると、で内側をつけてから外側をアヒルさんのフックで止めて、スライドでカチャッと止めると、で止め終わったらこの金具、この亀の甲のバンドをつけますね、外側に針を向けて引っ掛けてね、要はたるまないように止めるだけです。うん、対角線上にね、うん、6個止めると。で、まあこの6個止めた時に、ここには書いてないのかな、これねちょっと書いてないんで補足で、言っておくと、ちょっとカメラアングルちょっと動いて申し訳ないんですけど、酔わないでね、うん、こうカチャって、まあどこだどこだ、あ、これこれね、こう鳥のやつでカチャって止めるでしょ、この鳥さんみたいなやつで。だからこれ余ったチェーンがこれなんですよ。これだと1個でしょ、でこれで2個3個4個って余る時があります、あります。でそれどこにこの鳥さんを通すかっていうのは、このチェーンのたるみ具合やね、うん、これが一番ピンってなるところが多分これここなんだろうね、うん、でこれだとチェーンが1個だから、まあこれぐらいだと大丈夫なんですけど、まあ2個3個って余ったらチェーンがチャラ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 って垂れてガチャ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 ホイールに当たってホイールが傷ついたりします。そういう時はまあ多分チェーン買った時についてると思うんですけど、タイラップ、タイラップって結束バンドのことね、カチッて止めてシュッて縛るプラスチックの、それでここを止めてもらってもいいですし、止めてもらってもいいですし、もしまあそれがまあないなっていう時は、まあ、このフックをね、まあ、これ写真じゃちょっと説明しにくいんだけど、うん、このフックを こいつに通すんですよ。こいつに通してからここに入れると、そしたらこいつもたるまないと、うん、結束バンドとかタイラップがない場合はね、うん、そうやってこのチャラチャラチャラガチャ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 、ね、余ったチェーンでダラダラ垂らしてんのがありますけど、まあ、大体の、タイヤチェーンは、長めに、作られてるので、ちょっと余ると思うんですよ。これ1個しか余ってないですけどね、これ付け方上手ですよね。上手なのか、このきっちりこのタイヤのサイズに合ったやつを使っているっていう感じですよね、うん、でまあチェーンをね、つけるときもね、ちゃんと会社の方にね、タイヤのサイズに合った、チェーンの長さ、ね、大きさを、使用するようにしてください。それは会社の方で、確認を取ってください。
はい、それでは元の画面に戻りたいと思います。質問とかねコメントはねまたYouTube の方でコメント書いてください。はい、わかったかな。それでは元の画面に戻るよ。ふぅー、おーすげーすげーすごい、あーなんかすごい、あーもうめっちゃ照れてきた、めっちゃエッチはい、ということでタイヤのチェーンの巻き方わかったかな。はい、ということで今日は、トラックのタイヤのチェーンの巻き方を解説しました。はい、次回の動画は何にしようかな。はい、ということで今日はみやたんの、タイヤのチェーンの巻き方の解説でした。みんな仕事ちゃんと真面目にしてエロ本ばっかり読んでんじゃねえぞあ、それみやたんだけか、にょーん。はい、ということでこの動画が1ミリでもいいと思ったら1ミリでもいいと思ったらチャンネル登録をお願いします。1ミリでもいいと思ったらチャンネル登録をお願いします。はい、ということでみやさんでした しんどいわ暑い暑いわ、めっちゃ暑いわ、ほんま何やってんやろね、仕事中に見えたんね、めっちゃ疲れたわ。ということでこの動画が1ミリでもいいと思ったらチャンネル登録するんだぞ、チャンネル登録するんだぞ、もうエッチなんだからあ、彼が来て、彼が、あ、彼女が見えるから、それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、また。